左方向への打球ですが、しかしこれは切れていきます。まあ、そうやってその若い選手たちがチャンスと思って目の色を変えてやってくれれば戦力としては上がっていくわけですよね。まあ、そういうことですよね。まあ、ホークスの場合は、まあ、出てる人若手はいますけどね、はい、今宮、中村というのはね、投げたちもこれは若手ですからね、はい、ホークスの場合はもう今までのところほぼ固定でね、固定ですよ ね、来てますよね。まあ、中村が前回左の時に、ね、変わりましたけれど、はい、レフトへの当たり、内川を追いかけていきますが伸びていく、入りました。ミランダ、余計なことは言わない方がいいのかな、やっぱ若菜さんのおっしゃった通り一発で試合が動くと。そうですね、やっぱりミランダは要注意かなという感じだったんですけどね。そうですね、フォアボールが嫌ということでストライク取りきてますからね。なるほど、フルカウントからの変化球だったでしょうか。レフトへ運びましたミランダ。ファイターズが1点先制しています。スライダーですか、はい、まっすぐですかね。いや、ちょっとカットさせますね。カットですか、はい、だから1打席目も同じような感じなんですよ。もう少しインコースに行けば詰まるんでしょうけどね、はい、外寄りですから、ミランダの一発で試合が動きました。ただここで気落ちしないでね、はい、流れ的にはまだまだその裏のも完璧に抑えられるという感じじゃないですから、はい、